するかというと、そのまま気にせずに僕の腰を落とし始めます。体重が50-50ぐらいですね。今は、かけすぎない、後ろすぎない。かけすぎるとそのままバッとなります。後ろすぎると膝がすごい弱くなってこんなになっちゃうんです。ヘラヒーバーを壊していきます。すごい簡単です。相手の腹を持って、で僕の膝と肘をコネクトする状態。外側に。外側にこの少しポイントなんですけど、内側に入ってると膝すぐ弱いです。すぐ弱くなるし、バッ。でも外側に入ってると毎回プレッシャーかかってきた時に落とせます。壊していきます。壊したときにですね、これをまたぎます。ヘラヒーバーかけてる足はもう動かないです。壊して動かさない。またいで、でこの状態まで来たら、必ず相手の腰が外に向いてないとちょっと難しいです。だからこの状態になるともうずっと相手をこっちに向かせます。壊して動かさない、右足動かさない、またいで相手をずっとこっちに向かせる。で自分の膝向いても大丈夫です。で壊してまた相手を動かせる。でこの時にここにスペースがあるんですよ。でスペース、このグリップを変えてもらって、僕の頭をそのまままっすぐ落とします。この時にすごい あるのは、相手下の人を蹴ってくるんですよ、上に。こういう状態で。それを使って僕はトライポッドの状態で外側の足をフックしていきます。こういう状態です。で、伸ばす。回して、動かない。外に、相手絶対こっち動かせない。頭を回す。腰行きます。このグリップは自由です。こうでも、こうでもいいんですけど。相手が蹴ってきたところを、で、伸ばす。クロスして、サイドコントロール。OK。OK。ここまでは、すごい良いです。完璧です。ここは、すごいポイントなんですけど、必ず、もう向いてください、ここ。外に。じゃないと相手とまっすぐ体重が並んで、蹴られます。この時にで脇も刺してない、蹴られた絶対返されます。だからもうすぐ切ってください。脇を刺して、でここから相手蹴っても全然大丈夫です。もう僕は肩を相手の顎にすごいかけてます。体重を相手を外に外側に向かせる感じで。 OK。 で、重たい感じです。でここが猫背になってると、こうなってると体重かかってないんですよね、相手の顔に。返されます。でしっかりこっちがフラッとなってるように、で重くしたらフックしやすいです。でこれOK。 壊した、反対で、落として、相手の 顔にプレッシャーする。スムーズにこうフックして、伸ばして、膝がいけるのであれば最高です。でも相手のグリップが強い人がいるんですよね。こう伸ばしてるけど、なかなかこうクロスさせてくれない。そのまま膝を落としてください。OK。
そのまま膝を落としてください。そうするとハーフガードで、ハーフガードに終わります。この状態です。ここまで来るともう 90% 忘れます。それはね、相手が本当に強くない、力の差が半端ない、じゃないと多分相手返せないし、すごい強くないと返せないんで、ここまで行くと、OK、膝を落として、OK、僕の体重を全部膝に持っていきます。タッチできるんだったらタッチしてください、単純に。OK、脇を刺して、OK、頭を変えていきます。そうすると、この相手の体がこっちに丸くなってるんですけど、逆丸くします。で、変えて、こういう感じです。で、グリップが散った。で、手を歩いて、フックをして、終わって、ニョンベリかマウント、一度も大丈夫です。押していきます。こういってるやったら最高、サーフガードにされました。で、膝を落としてください。まず、で、脇を刺してから頭を変えていきます。で、相手の体を伸ばします。で、フックをして、まあ、マウントでもいいし、二本目でも。で、ポイントはもう相手の顔に体重かけてください。苦しくないとこう開かないんで、OK、優しくでも重くやってください。で、こう落としていきます。ハーフガード、脇を刺してから落とす。 OK、 で、伸ばしていきます。 OK、 ニオンベリかマウントください。OK、 そうですか。お疲れ様でした。